がブラックフライデーで2万4000円ぐらいだったんですかね。実際は3万円のとこが2万4000円ぐらいということで、評価がなんかあんまり良くなかったんですけど、まあ実際自分でね開けて見てみたいと思います。最長2年分のインクが付属ですからね、こういうインクね、自分でこう注ぐんだろうねこれね。はい、で名刺を作るので使おうかなと思ってます。まあまあまあ自分ごとですけど、誕生日のプレゼントプラス、まあ名刺を作ってほしいということで、購入してもらいました。ありがとうございます。ということで開けていきましょう。保証書ね、一番上にインクだろうなこれ、インクとコード、インク、これはカートリッジかな。いや結構インクでかいぞこれ、でかカートリッジブラックって書いてある。まだまだ入ってるんでしょうねこれ、これ2つだけだとおかしいよね、うん、はい、これちゃんとこれついてる持ち手が、あこれすごいいいわ、頭がいい、ガチです。で説明書ですね、セットアップのにいろいろ書いてる、これはい、ここら辺のねテープ貼いてくださいっていうのをテープ貼いて、なんか出てきた、なんか出てきた、ちょっとこのトレーもね開けて、あすごい、こう引くんじゃなくてこういうスライドなんだ、でこうですね、でこれがあここにある、ボール断章材の段ボール出してくださいと。でここだインク、あここに入れんだ、面白いな、あすごい、こんなの初めて見たな、インク入れんだねこれで、うわすごい、これはめちゃくちゃいいんじゃないこれ。中は全部出しましたね、段ボールを出したんで、で多分ここにトナーっていうか、トナーじゃないな、インクのやつをこう入れるんでしょう、カートリッジを、でここに補充されるならこっち側に行って、多分こっち側にウィーンって行ってここで補充してウィーンって戻るんだろう、面白い。でこう蓋閉めるって感じかな、うん、いちいちこういうとこにもシール貼ってる。はい、電源入れました、挿したんですけど、それでスイッチ入れるのかな、あ Wi-Fi ボタンが出てる、ね、で Wi-Fi で操作できるってことだから、一回アプリ入れてみましょうか。はい、ちょっとね上じゃちょっと撮影できなかったんで下に下ろしました。で今ねこれインクタンクを補充してくださいって出たんで、まあ一応こっちの画面はあのこうご覧この辺り出しながらこれ撮影したいと思います。でインクなんでここをねここ開けて、多分開けんだよね、これ変えてるからね、はい、開けます、開きました、入って大丈夫、漏れないのかな、ボトルを開き
簡単に開く。キャップを閉めて立てた状態で保管する。入ってた？あ、入ってってる、入ってってる。大丈夫これ、途中で取んなくて。全く漏れてないです、ここも。そういうのかな、ちょっとキャップとかすごいな。ほんで使ったのが半分ぐらい、いや結構使ってない、半分入ってるな。まあでもこのセットもう一本入ってるからね。まあ名刺に使うの黒はやっぱ一番使うと思う。でキャップする。で、保管は立てて保管してくださいらしいです。ちょっと振っといてよかったかな、入れる前に。で、ぶっ刺す。色間違えて刺したらもうえらいことだね。もう終わりですね。これを閉じますと。閉じたら、インク確認まで15秒かかる。しかもここで確認できるからいいよね。インクあるかな。なんか出てきた。さっき段ボールだけだったのに、なんか出てきた。さあ、これを押すと開く。はい。開いた、開いた。開いた、開いた。あ、取れた、取れた。取れました。しっかりこう、壊れないように、守ってたのね。いいんだよね。はい。紙に、ちゃんと。保護されたやつが出てきて、で、ここ持ってやっちゃダメですよ。ポンって外れるんで、やば。入った。下の方にこう入れて、斜めになってんだけど、こっから奥まで入れた後、これ上の方をクッと、この状態が閉まってるってことですね。うん、こっちも閉まってる。はい、上を下げる。ここのインクを多分吸い取ってくれるんだね。あ、ガイドを広げる。これだ。A4 の紙入れます。ちょっと待って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 。ちょっと待ってよ。急に。ここはね、こうやっていきましょう。読み込ませんのかな、多分ね。
スキャンカバヒだ。そうだね、ちゃんとできたかどうか端っこに行くようにする。意外とこうなんか狭いんですね。思ったより狭い。で、出して閉じる。プリンターが点滅するコピーボタンを押します。紙がないんじゃないの、また。紙がないとか言い出す。紙は2枚ぐらい入れといた方がいいかな。調整が完了するまでお待ちください。ピピピピ言ってるけど、点滅するコピーボタン押したよ。もう終わったよ。設定完了じゃないこれ。うん。セットアップ完了。印刷しましょう。サンプルをサンプルドキュメント印刷して確認しましょう。プラグイン、なんかいろいろインストールさせられんな。便利だけど、スマホなくなったらとかどうすんのこれ。スマホプラグイン開くね。はい、印刷してみましょう。1枚カラー、何このボタン、これか。おお、すっごい綺麗に印刷できる。